11世紀、とこしえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に、夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に禍根を残した。ブルーブラッド。その血を浴びた者は、姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると町に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして、世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は邪妖がうごめく眠ることのない、夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で、夜との宿命を背負う二人の少女が、運命の再会を果たそうとしていた。これは、夜のない国に生き、愛する者のために戦った、二人の少女の物語。ここが指定された島か。くそ、強行帳面。こんな地図にもない島に、あんなボロ船で向かわ、おかげでひどい船酔いが。強行帳の騎士の方ですか？ああ、君が今回の司祭、って、リュリーテス？アーナス、今回の邪妖討伐任務のパートナーって、あなただったのね。おう、私も驚いたよ。まさかまた君と一緒に任務ができ。邪妖と戦うエージェント、アーナス様をケアしに参りました。よろしくお願いしますね。こちらこそよろしく頼むよ。それにしても久しぶりだな。最後に会ったのは、ドイツで大物を飼った時だから、何年ぶりだ？そうね、2年ぶりくらいか。もうそんなに経ったのか。リュリーティスはそれまで何してたんだ？そうね、お仕事をしたり、イギリス、フランス、ポルトガル、ヨーロッパ。そうなんだ。思い返してみると、私は仕事ばっかり。へえ、アーナスはどこ？アメリカ。アメリカ？それはまた遠くに行っていたのね。任務はそれほどでもなかったんだけど、現地まで行くのが大変だったな。今にも沈みそうな小舟に乗って、波に揺られて行ったんだ。何度死ぬかと思ったことか。ああ、
アーナスって。うん、なんで船になんて乗りたがるのか。向こう岸に渡りたいなら橋を架ければいいし、魚を釣りたいならそこらの川でこと足りる。人間は地に足つけて生きるのが一番なんだよ。わざわざ水の上に行く必要なんてこれっぽっちもないじゃないか。アーナス、わかった、わかったか。アーナスが昔から。でもこの島にも船で来たんでしょ？大丈夫だったの？実はあんまり大丈夫じゃない。さっきから船酔いで。あら、大変。じゃあホテル？ええ、教皇庁の協力者が待っているの。さっき見てきたけど、広くていいホテルだったわよ。さすが教皇庁、気前だけはいいな。まあいいや、ホテルに向かうとするか。そうね、行きましょう。どうしたんだよ、リリーティス。急に笑ったりして。アーナスと一緒にいるんだなって思ったら、つい嬉しくなっちゃって。なんだよ、それ。私たち、学生の時はずっと一緒にいたじゃない？寄宿舎で一緒に起きて、遊んだのに、卒業したら滅多に会えなくなっちゃって。私、リリーティス。だからね、アーナス。今回は、ま、そっか。ねえ、リュリーティス。この島、あまり大きくなさそうだけど、景色は綺麗だと思わない？この任務が終わったら、一緒に見て回ろうよ。いろんな話をしながら、さ。アーナス！絶対よ！約束だからね！うん、約束。そうと決まれば、こんな任務さ。ええ！ロシエクロックが反応している。ええ、邪妖たちが潜んでいる証拠だわ。気をつけてね、アーナ。ああ、フェルマン！なんだ。ジャーコエリ LEA！ セルバンが呼び出す前に。かお前たちはセルバン、私のしもべなんだから、ちゃんと言うことを聞け。ケルフェンライエイーゼ。はいはい。
シアルフィエリア。召喚。移ろう時のごとく流れる水の はい、これでもう大丈夫。ロジエクロックに溜まった青い血を浄化したわ。これでしばらく青吉に蝕まれずに済むはずよ。ありがとう、助かったよ。ところでそいつは…ああ、この猫ちゃん？アーナスの戦いを見ている間にお友達になったの。なんてのんきな。どうしたのかにゃ？お腹空いたの？ルリーです。早くお家に帰ってご飯をもらいましょうね。どうしたの、アーナス？私の顔に…なんでもない。ひとまず先に…え？まだ夜が潜んでいるみたい。ああ、闇が黒鳥が溢れ出してる。なんて勝つだ。俺は…そんな…まさか…あれ…知っているのはユリです。あれはもう一つの月、ミラだ。すべて満ちるとは、世界、つまりあれが見えるということは、また世界が
常しえの夜に包まれようとしている。リュリーティス、発生した、生きた、発生した、一戦、発生、貫く、発生した、生きた、発生した、生きた、発生した、飛ぶ。仕方ない、あまり頼りたくはないが、そんなことは言ってられない。一度教皇庁の協力者とこ、ホテルエンデでございます。いえ、アーナス様でござ、はい、ご、はい。
はい。あんたは？ホテルエンデの支配人でございます。あんた支配人ってことは教皇庁の協力者か。私は騎士のアーナス。大変なことになった。リュリティスが、司祭がさらわれた。早く助けにどこか心当たりはないか。教皇庁の協力者ならこの辺りの地理に詳しいだろう。あのお方の声をお伝えします。捜索範囲は旧伯爵邸庭園以上でございます。教皇庁め、もうそんなことまで分かってるのか。ありがとう。それじゃあ助けに行ってくるよ。くれぐれも万全の準備を整えて出撃なさってください。言っていただければ戦いに役立つ品をいくつか。そうか、じゃあお願いするよ。
お嬢様、何？これでよ、ありがとう。お気をつけて。浄化開始。ここか。お前、ルリーテスの。わかった。一緒にルリーテス。Hit the deck!
スラグ！フッフェイスラグ！フッフェイスラグ！フッフェイスラグ！落ちろ！これ、よりしろじゃないか。久しぶり。よりしろは妖魔の慈しみ。アクチュアライズすれば、新しい妖魔を仲間にすることができる。久しぶりにやってみるかな。わぁ？なんだよ。わぁ、スリーパイ？わかったよ。じゃあ。ん？お前も何か見つけたのか？これは。指輪か。歪んで。何の指輪か知らないけど、飲んじゃダメだろう。どうすんだい。落ちろ！
落ちろ。落ちろ。ホテルエンデの支配人でございます。支配人？胸騒ぎがしまして、一旦ホテルにお戻りになられた方が。戻るタイミングは自分で決める。それよりこの電話は何？隣には変な扉もあるし。支配人何か知ってるんじゃないの？ああ、すみません、ちょっと電話が遠く。だろ、次から次へ。 We love you this。 こら、勝手に。ここ。お帰りなさいませ。おい、ただいま。戻るつもりはなかったんだけどね。このエレベーターって一体あんな場所とつながってるなんて、どう考えてもおかし。こちらの建物は元は猿妖魔の君の隠れ家だったという。妖魔の？お嬢様ならそのエレベーターで望む時に望む場所へ行けるかもしれません。もちろん何か条件はあるでしょうけれど。望む時に。せっかくホテルに戻ってきたんだし、アクチュアライズしてから行こうか。
お嬢様。お気をつけ。この依り代でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしく。うやうやうや。これからよろしく頼むよ。キュ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 。ダルマ、バウルベル。何？疲れたから無に返されたいって？ならいいけど。